どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、じゃあ今日も美咲の部屋ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうすんの？今日は、ちょっとインスタで、私のインスタでリクエストをいただきまして、はい、なんで来たの？ハーフアップ、ふわふわなハーフアップアレンジが見たいというリクエストをいただきました。なるほど。はい、なのでそれを今日はやっていきたいと思います。はい、ということで、あ、そうですね、うん、最近また結婚式もちょっとずつですけど、また再開してきて、まあ、自分でもできるようなハーフアップアレンジをやっていこうと思いますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。新作のオイルを使っていきます。2プッシュくらい手のひらに出して、毛先から順に表面までしっかりと伸ばしていきます。おくれ毛がある人は顔周りもしっかりとつけてください。全体をブラシで溶かします。絡まりがしっかりと取れてオイルが全体に均等に伸びたら OK です。表面の分け目がなくなるようにブラシで後ろに向かって溶かしていきます。ちょっと分かりやすく取り分けたんですけど、このくらい表面の部分を取っていきます。こんなに綺麗に取れなくても大丈夫です。表面の部分をこのまま結ぶと、ここにつむじがあったりとかしてこう割れてしまったりとかするので、ここを少し斜めに分けて1回半ねじります。ねじったら分けたところの少し下の部分でゴムで留めていきます。ゴムを押さえながらねじった部分をほぐしていきます。ここの分け目の部分も隠すようにほぐして、表面も少しずつほぐしていきます。前髪の横のくれ毛がある人は少し下ろして、こめかみから後ろに向かってサイドの髪の毛を取り分けていきます。サイドの髪の毛を2つに分けて斜め後ろに向かってロープ編みにしていきます。この時に手が後ろに回らない人は首を反対側に回しながらロープ編みにしていきます。ロープ編みの部分をほぐしていきます。少しずつ引き出していきます。下の部分も同じように引き出していきます。編んだ髪の毛を後ろに持ってきて、真ん中のゴムに巻きつけて、もう一度ゴムで結んでいきます。反対側も同じようにやりました。顔周りの生え際が分け目が出てしまうので、少し前に引き出しながら
隠していきます。この時に後ろの髪の毛は押さえながらやってあげてください。全部は隠れなくても気持ち隠れると全然印象が変わります。前から見た時にこのような形になっていれば OK です。この形になってない場合はサイドを引き出してしまうと横のボリュームが出てしまうので、トップの部分とトップとサイドの間の隙間の部分を引き出してあげてバランスを整えてあげてください。今回はナチュラルな仕上がりなので毛先は巻かずに大丈夫なんですけど、パーティーだったりあと結婚式お出かけの時は少しミックス巻きだったりとかお好みで巻いてあげると華やかにゴージャスに決まりますよ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。今日もいい感じに仕上がったと思います。はい、今日のポイントは？ポイントは分け目を隠す方法ですね。うん、最初にブラシで溶かしたりとか、あとつむじが割れないようにねじってあげたりとか、あと顔周りの生え際の分け目が隠せるようにちょっとこう引き出してあげたりっていうポイントがあるので、ぜひ試してみてください。他のね、あのアレンジとかでもね、はい、そういう分け目を隠す方法だったりとかね、やっぱ溶かしたりとか、こう、引き出して、下に引き出してっていうのがやっぱり、他のアレンジでも使える方法になるかなと思いますので、はい、まあ今回のね、ハーフアップは、お客様だったりフォロワーさんからの、なんだ、リクエスト。リクエスト。はい。すいません、リクエストだったんですけど、あのね、まあこういった感じのリクエストだったりとか、ちょっと三崎さんしっかりやってくれると思うので、はい、教えてほしいことがあれば、ぜひ皆さんどんどんコメントください。ください。はい。ではこの動画良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。さよなら。